本日総裁選挙の候補者推薦届の受付を行いました。午前8時30分受付を締め切りました結果、候補者は安倍晋三君の1名でありました。総裁の候補者が1名であるため総裁公選規定第24条により総裁選挙の投票は行わず安倍晋三君をもって当選者と決定いたしました。安倍晋三君の推薦人20人の名簿はお手元に配布した通りであります。なお候補者所見発表演説会、候補者共同記者会見をはじめ総裁選挙の選挙運動として企画したすべての行事は取りやめるということになりますのでご理解をいただきたいと存じます。以上です。もういいのかな。はい、なんか質問あるの？ないでしょ。あ、いいですか。あ、でも TV さんしかと思います。両院議員総会を開くということを前のテレビでおっしゃってましたけど、はい、それはいつになるんですか。いや、これは両院議員総会長の名において、後日案内があろうかと思います。この点は両院議員総会長及び執行部の方でですね日程設定をしていただくということで、私どもの総裁選挙管理委員会として日程を設定するということではありませんので、その時にご報告をするというのが私どもの役目であります。はい、はい、NHK です、はい、今回の大選ですが、今回の会期大幅延長となる中で、会期の中での実施となりました。委員長代表では告示や選挙日程の設定から、早く国会審議に気を配りながらの実施だと思いますが、今回の共同空戦に当たるので、どこかも言わない方がいい。公平公正中立をもって、どういうようなケースになろうとですね、適正に行うということが我々の仕事です。ただ異例のですね、そういう国会審議の竹縄の時点と重複することですから、仮に総裁選挙が同時並行して行われるということであれば、極力やはり国会審議にいろんな影響が大きく及ばないようなことに配慮した日程設定をですね、事前にそれぞれあるケースないケースの中で事前に検討しておいたことはしておりました。じゃあよろしければ。はい、はい、ありがとうございます。